はい、皆さんこんにちは。僕はですね、今マレーシアのクアラルンプールに来ております。本日なんですけども、2022年5月7日です。今の時刻は朝の午前5時半ということで、今からですね、マレーシアのクアラルンプール国際空港に向かいまして、そこから ANA の飛行機に乗ります。 ANA を使いまして日本東京成田空港に今回は帰ります。利用するクラスはね、今回ビジネスクラスを選択してるんですけども、朝めっちゃ早いんですよ。5時半って言いましたけども、ね、今4時半でした。はい、今日のフライト朝の7時15分発ということで、もう超早くてね、めちゃめちゃ眠たいんですけども、とりあえず今ホテルにね、タクシー呼んでるんで、そのタクシー使って、クアラルンプール空港の方に向かいます。クアラルンプールの街からだいたい空港までタクシーで行くと、日本円にするとだいたい3000円弱かかります。まあ行き先ね、その出発地の場所にもよるし、まあ、メーター制のタクシーなんでね、それの料金ってのはちょっと変わってくるんですけども、まあ一応目安金額ですね、3000円ぐらいと思っておいたらいいと思います。はい、ということでね、クアラルンプール国際空港から成田空港までの ANA の搭乗レビューです。よろしくお願いします。はい、ということでクアラルンプール国際空港の第一ターミナルに来ております。 ANA に関しては第一ターミナルからの出発ですね。ということで、もうね6時なんで、もうあと15分とかで搭乗締め切りとなります。なのでさっさとね、荷物預けてね、もう保安検査抜けて、制限エリア内の方に入っていきたいと思います。クアラルンプールはね、保安検査2回受けないといけないんで、ちょっとめんどくさい空港ではあるんですけども、まあ保安上ね、仕方ありません。はい、こちらがですね、 ANA のカウンターです。エコノミー、ビジネスクラス、ダイヤモンド会員のカウンターがありますけど もう全然人いないですね。来るのが遅すぎました。はい、まあ、ホテルでね、ゆっくり寝たいっていうのを選択したんでね、仕方ないんですけども、まだね、全然時間間に合うんで、荷物預けてね、チェックインしてきます。チェックイン完了です。15秒ぐらいで終わりましたね。もうファストトラック、マイ SOS のアプリを通じて、もうワクチン接種証明書だったり、陰性証明書っていうのはすでに提出してるんですよね。なのでアプリ見せて、もう一瞬で確認も終わりました。多分今までの国際線の搭乗手続きで一番早かったかもしれないね。1秒も並んでないですし、15秒で手続き終わりましたからね。はい、ということで、このまま行きたいと思います。で、今回なんですけども、ビジネスクラス、今ね、シートマップ、ちょっと座席のね、マップが多分画像で出てると思いますけども、こんな感じのスタッカードタイプのシートとなっています。で、今回なんとね、1番の A 席取ることができました。まあ、ここ通常 VIP シートってね、通称言われていて、基本的に直前までブロックされてるんですよね。で、オンラインチェックインっていうのが搭乗の24時間前からすることができるんですけども、その時になると解放されるんですよ。で、昨日ね、ふと見てみると、なんと 1A が空いてたんで、もうね、すかさずそこを抑えました。このシートかなり、人気のシートで、一番 A シートとかっていう風に言われてる 1A ですね。今回こちらのシートを使って、成田空港まで向かいます。今回787なんで、ファーストクラスっていうのはありません。ビジネスとプレエコとエコノミーの3クラスでございます。それではね、イミグレーション抜けて中に入りましょうか。今回乗るのは7時15分ですね。左の上から2つ目 NH816 便の成田空港行きです。他に日本の行き先っていうのは特にないですね。はい。今 ANA は確かね、毎日運行ではなくて、週に何回かの運行となっています。世界のね、エアラインの飛行機の模型っていうのがあるんですけどもね、いや久しぶりに見たなこれ。はい、ということでね、出国を終えて1回目の保安検査を終えて制限エリア内に入ってきております。まあ、ここにある飛行機ですけども、もう一部はね、コロナの影響で退役してしまってますからね。もう大韓航空の A380 ももうないですからね。はい、そんな感じです。ということで、この時間帯なんですけども、人が全然いなくてビビってます。いつもこのクアラルンプールってめちゃめちゃ人多いんですけども、今日ほんと空いてるね。もう何もかも待ち時間なしで来れてるんで、ノーストレスって感じかな。でもお店に関してもね、まあ、それなりに空いてますね。まあ、シンガポールのチャンギもそうでしたけども、まあ、東南アジアの空港、基本的に空港内は賑やかですね。日本の成田とか羽田はまだね、結構閉まってるね、お店とかも多いんですけども、もうこっちは普通に空いてるって感じ。まあ、クアラルンプールとかはね、普通に拠点空港、まあ、ここをね、経由してどっかの国に行くっていう事情がかなりあるんで、フライト数も普通に多いですからね。はい。ということで、今回は C の32番ゲートからですね。ちなみになんですけども、ラウンジに、行くことはできます。ゴールデンラウンジっていうのがあるんですけども、ANA の利用者でね、ラウンジに入る資格を持ってる人はそこに入れます。ただちょっともう今回は、パスしましょう。はい。もう時間もあんまりないですし、もうシャワーとかもね、浴びてきてるんでね。お腹も減ってないしね、機内食多分あるし、もういいやということで、このままね、C の32番搭乗ゲートに向かいます。今回のゲート C に関してはサテライトからの搭乗となります。なのでこちらのね、列車を使ってサテライトまで移動するといったような感じですね。関西空港みたいな感じです。はい、ということでサテライト側の方に到着をいたしました。サテライト側もね、こんな感じで放射状に伸びてるんですよね。で、今回 C の32番なんで、間違えないようにしてください。
はい、ちょっとまだね時間あったんで一瞬だけねこのゴールデンラウンジに入ろうと思います。入って中の様子だけ撮ってすぐ出てくるって感じでね。はい、こちらに用意されています。ワンワールドのマークがあるんですけども、マレーシア航空とかね、ワンワールドなので、もちろん JAL とか使うときもおそらくこのラウンジをね使うことになるんだと思います。まあ、つまり共用ってことですかね。はい、そんな感じです。まあ、つまりそのワンワールドのねステータス持ってる人とかもこのゴールデンラウンジに、ね、案内されると思います。はい、ということなんですけども、人も少なくて開放的でいいですよねこの空港ね。であそこにねジャングルが実はあるんですよ。で日中だったらね中入れたりするんですよね、無料で。ジャングルの中を体験とかってもできるんですけども、今ちょっとねコロナ禍なんでやってるかどうかっていうのはちょっと分かりません。まあどうせねこの時間帯なんで全く関係ない話ではあるんですけどもね。はい、ということで C の32までやってきております。ここでもう一回ね保安検査があるんですよね。クアラルンプール空港はシャンギとかと同じような感じでゲートごとに保安検査っていうのが用意されています。これ並んでさらに中に入ります。はい、ということでねゲートの中に入ってきております。今回の飛行機こちらでございます。ボーイング 787-9 ですね。 ANA の JA882A になるのかな、50周年ってか787かなのなんか記念のデカールが貼られてる飛行機になりますね。この前ねシンガポールから帰るときはスターラ塗装の787だったんですけども、まあ、今日も何かしらのね、まあ、塗装ではないですけどもね、ラッピングがされている飛行機となります。運がいいですね。はい、ということで今回 787-9 の一番前の一番の A 席にお世話になってね成田空港まで運んでもらいます。はい、ということでグループ1番のダイヤモンドの人からね登場開始です。僕はねプラチナでありますし、ビジネスクラスなんでグループ2になります。はい、ということでね機内入りました。今回一番前の窓側ですね、1番の A 席を指定しております。スタッカートシートなんでねこんな感じの座席です。全席が通路にね直接アクセスすることができる座席ですね。座席配置は1プラス2プラス1の配置となっています。一つ後ろはね A 席ではなくて C 席になるんですよね。窓側だけども一応通路側みたいな感じのシート、スタッカートだったらねやっぱり A 席が一番いいと思います。座席の上にはですねブランケットとあとはシーツ、それと枕、スリッパ、ヘッドホンというのがね用意されてました。長距離線だったらねアメニティポーチとかもあるんですけども、東南アジア路線だったらそういったのは特にないんですよね。後でアメニティはね個別でもらうことができます。ご覧の通り今回ビジネスクラス9割以上埋まってます。ほぼ満席です。エコノミーもプレエコもねすごい需要ですね。はい、ということでねとりあえず座席に落ち着きました。今回ねボーディングブリッジ1本しかないんでね、エコノミーの人も全員ここ通るんですよね多分。なので結構人通りは多いです。コロナ禍で初めてかな日系のビジネス乗るの、なんか最近ビジネス乗るときは外資系が多かった気がします。はい、とりあえずね、枕とかシーツとかはこの前のところに突っ込んでます。ちょっと邪魔になるんでね。はい、ウェルカムドリンクいただきました。グアバージュースかお茶だったんですよね、リンゴジュースかどっちかごめんなさい忘れたんですけども、なので今回グアバージュースオーダーしております。で真ん中の席ってね1列目がなくてね2列目からスタートなんですよ。だから隣もね全然人の顔見えないっていうね、素晴らしいよ。乗り出すと見えるって感じかな、なので本当に1番の A 席おすすめです。反対側の1番の席に関しては K じゃなくて確か H になるんですよね。なので窓側だけども通路側っていう感じになるんですよ。なので本当に窓側の窓側を取るんだったらこのね1番の A 席ということになります。サイドテーブルのところにボーイング787の安全のしおりと、あとコントローラー USB ポートっていうのが用意されています。下にはねマルチタイプのコンセントっていうのもあるんで、まあ、電源の心配をねする必要っていうのもありません。テーブルはねこの横にね収納されてて、その上にはですねリクライニングのスイッチとかっていうのも集約されてます。非常にね分かりやすいね作りをしているのがねこのスタッカートシートなんじゃないかなと思いますね。非常におすすめの座席です。ということで搭乗完了するので、ね、しばらく待ちましょう。
様、おはようございます。スターレイアンスメンバー ANA 成田行き816便をご利用いただきましてありがとうございます。この飛行機は ANA とスターライアンスパートナーの行動シェア便でございます。Welcome on board. 機内の安全についてご案内します。必ずご覧ください。Please pay attention to the following safety instructions. 荷物は重ねないように座席の上の物入れ、または前の座席の下に収納してください。Straight and slide down. スライド下での援助をお願いします。Assist other passengers after sliding down. すぐに飛行機から離れます。Move away from the aircraft immediately.はい、ということでね、あと6時間12分で成田空港に到着です。もうおそらくね、機内食すぐ提供されると思うんですよね。和食か洋食となってます。事前にね、選択することもできて、今回和食をね、選択しています。で、この路線に関しては比較的ね、距離があるということで、機内食が終わった後ですね、ラーメンとかカレー、そういったものはね、無料でオーダーすることができます。詳しくは ANA の、ね、サイト載せておくんでね、そちらで確認してください。そういったのがあるので結構嬉しいよね。お好きな時にってやつですね。映画の本数は多いね、やっぱり。あ、じゃあそんな多くないわ、41本しかないのか。あ、意外と思ってたよりは少ないかな。映画のね、ラインナップっていうのはコロコロ変わるんで、あまり参考にならないと思いますけども。あ、コンフィデンスもある。これね、好きなんですよ。最新版も見ましたけども、これ見ようかな、もう一回見よう。あ、そういえば今のあれか、新作だからか、ハリウッドとかで選ぶとやっぱりいっぱいあるね。うん、さすがです。大画面こんな感じで、あるんで飽きることはないでしょうね。国内線なんかよりはね、圧倒的にコンテンツは豊富です。はい、ということでトイレに来ております。今回なんですけども、一番前のトイレですね、使っております。トイレの中は特に何もね、あれなんですけども、言うことはないけど、ウォシュレットがね、ついてるんですよね。この辺がやっぱ日系って感じがしますよね。で、ここにね、アメニティが用意されてました。どうやら、今回のフライトはアメニティはね、トイレにあるんで自分で取ってねっていうスタイルみたいですね。歯ブラシセットとフェイスボディシートとマウスウォッシュあります。まあ、アイマスクとか耳栓とか、そういったのは言えばね、触れると思いますけども、向こう側からね、なんか配って回るとかはなかったね。この前ね、プレミアムエコノミー乗った時は配ってくれたんですけども、今回はなかったんで、やっぱり長距離線ぐらいなのかな。これは多分 JAL の方がね、
親切だと思いますよ。 JAL だったら確か東南アジア路線でも、まああのね、そんなにがっちりとしたやつではないですけども、アメニティバッグみたいなのを座席の上に置いてたと思うんで、はい、まあ、その辺のちょっとした差っていうのはやっぱり見えてきますよね。まあ、どっちがいいかとかは、まあ、さて置いといてね、はい、ANA に関してはそんな感じとなっております。はい、ということでさっとトイレ済ませて座席に戻ります。機内食のメニューが配られました。今回は朝食でございます。和食なんで上側ですねがもう間もなく提供されます。でさっき言ったねお好きな時にというのがこっちですね。カレーとかスープ、サンドイッチ、アイスクリーム、ミックスナッツとかね、こういったのが用意されています。お酒がね好きな人はもちろんお酒飲んでください。日本酒、焼酎用意されてるし、赤ワインとかね、白ワイン、シャンパンもあるんですね。国内線はね、シャンパンなくなったんですけども、国際線はね、今でもしっかりとシャンパンの提供があります。で、まああとはビールとかかな。右はソフトドリンクになりますね。ノンアルコールドリンクっていうのも充実してます。国際線でおすすめのジュースはね、この右下に書いてるカオルカボスってやつですね。これ国内線でもね、ほんと提供してほしいなといつも思うんですけども、今はね国際線しかありません。まずね CA さんがドリンクを聞いてくれました。左が梅酒のソーダ割りで、右がね冷たい緑茶となっています。結構揺れもね激しいんで気をつけていただきます。それでは機内食が提供されました。やはりね国際線のビジネスクラスということでね、しっかりとした陶器で提供されますね。 ANA の国内線プレミアムクラスだったらお弁当箱みたいな感じなんですけどもね、こちらが前菜となっております。中華クラゲで、これ一番下のやつね、牛肉の中にアスパラが入ってるんですよね。非常に美味しかった。アミューズみたいな感じかな。あとアサリ煮と卵焼きですね。卵焼きもね、まあ、そんなに甘くない卵焼きで、僕甘い卵焼きの方が好きなんですけども、まあ、あっさりしてて美味しかったですね。トマトもねみずみずしくて良かったと思います。でメインなんですけども、これ鶏の味噌焼きとなってます。あとはまあパプリカとかが入ってて、僕の好きな椎茸も入ってました。でご飯なんですけども、もうちょっとねご飯多かったら良かったのになというふうに思いましたね。であとはあったかい味噌汁ですね。これおそらくインスタントで、あとはまあ漬物、たくあんが入ってましたね。あとフルーツの盛り合わせと、今回飲み物に関しては静岡のお茶、抹茶入りのねお茶、緑茶っていうのをいただきました。非常にね美味しかったですよ。こんな感じの機内食大満足ですね。やっぱり機内食はね国際線ビジネスクラスとかになってくるとかなりクオリティは高いと思います。機内食ね美味しくいただきました。機内食の後はね安定のホットコーヒーですね。あとはアイスクリームね、お願いしますって言うと持ってきてくれましたね。ハーゲンダッツとかではないですけども、海外のアイスですかね、もしかしたらマレーシアのアイスかもしれないですけども、バニラアイスですね。非常に美味しそう。いやコーヒーとねバニラアイスって本当によく合いますからね。はい、ということでね機内食も食べ終えてね、ぼーっとしてたらもうねあと4時間半とかなんで、ちょっと寝ないとやばいですね。ということでねフラットの状態にしました。ファーストクラスとかだったらねベッドメイキングとかもやってくれると思うんですけども、ビジネスはねあくまで自分でやる必要があります。下にシーツを敷いて枕をセットして寝るといったような感じですね。完全にフルフラットということでめちゃめちゃ快適です。エコノミー3席独占よりもやっぱりビジネスクラスの方がね圧倒的に快適ですよ。横幅もね十分ありますし、ということで2時間ちょっと寝れればいいかなって感じかな。まあ、昼寝程度の睡眠をね取ろうと思います。2時間ぐらい寝たのかな。到着時刻が2時59分予定になってますね。さっき2時40分とかだったんですけどもね、あと2時間18分で到着。今ちょうど石垣とか越えたのかも。あ、マジか。もうすぐ那覇空港とかですね。国内線の区間に突入しています。あとは沖縄から東京行くのとほとんど変わらないので、もうそろそろ終わりですね。で今ね日本の時間が12時41分なんですよね。つまりお昼時ということなんで、ちょっと機内食ね頼もうかなと思います。ラーメンね、一風堂のラーメンいただくことができるんで、それちょっとお出しましょうか。はい、
ということで、やはりフルフラットは最高です。2時間でもね、超ぐっすり寝た感じになりますからね。それでは機内食持ってきていただきました。今回なんですけども、ラーメンでございます。一風堂の味噌ラーメンなんですよね。バターを入れると味噌バターラーメンになります。北海道のラーメンって感じですよね。で、具もね、しっかりたくさん入ってて美味しかったね。コーンも入ってるからガチ北海道だな。北海道に来てるような感覚を味わうことができました。麺の量もね、そんなに多くなくてちょうど良かったですね。非常にコクもあって美味しかったですね。香るカボスジュースもね、オーダーしております。で、ラーメン食べた後ね、 CA さんにね、カレーとかもありますけどいかがですかって言われたんで、もうそのまま甘えてしまってね、カレーもオーダーしました。こちらが野菜とチキンのカレーなんですけども、これもまた具がたっぷり、チキンと人参、じゃがいも、玉ねぎ、そういったのがね、しっかり入っててね、非常に美味しかった。まあ、スープカレーのような感じでしたけどもね、大満足の2食になりましたね。ちょっと食べ過ぎたような気はするんですけども、機内だとなんか無限に食べれますよね。いつも不思議に思います。これ福神漬けもね、ついてました。シャンパンもね、オーダーしております。さすがにここまで食べると結構ね、満腹感を味わいましたね。もうね、到着まであと1時間ぐらいなんで、まあ、あとはまったりとね、過ごすだけです。手荷物は前の座席の下にお入れください。化粧室のご使用はお控えください。 Ladies and gentlemen、 はい、ということで、まあ、あと5分で成田空港に着陸でございます。これね、1列目の、ね、特権だと思うんですけども、まあ、この A 席だけじゃなくて中央の席も反対側の席もそうなんですけどもね、はい、上にね、物を置くことができるんですよね。普通だとこういったスペースっていうのはないんですけども、1列目だけね、用意されてます。ただし離着陸の時はここにね、物を置くことはできないので、まあ、注意してくださいね。なので YouTuber とかだったらここに三脚立ててね、うん、内カメ、てかインカメにしてね、動画撮ったりしやすいですよね。結構便利だと思います。はい、業務連絡です。客室乗務員は着席してください。はい、ということで、もう着陸です。下には田んぼが広がってますね。やはりこういったところを見るとね、日本の風景だなって感じがして良きですね。羽田空港だったら東京都内とかなんで、めちゃくちゃね、大都会の中に突っ込んでいくって感じなんですけども、成田は結構日本のなんか田舎のような風景とかっていうのを見ながらね、着陸って感じになりますよね。ただいま千葉県かなの上空を飛行してるんだと思います。千葉県か茨城県ですかね、多分どっちかですね。着陸します。左にね、フライングホルンの2機が止まってますね。第1号機と2号機で、目の前をピーチが走ってます。ピーチがね、道を開けてくれるまでこちらはね、進めませんね。いい並びですよ。ということで、スポットに到着です。隣にはトリプルセブンダッシュ 300ER が止まってますね。 JA790A です。やっぱトリプルでかいね。ボーディングブリッジは2つかな。はい、ということで後期なんですけども、順番にね、降りる必要があります。まずは乗り継ぎの人からですね。で、その次に日本に入国する人っていう感じの流れになるんで、まあ、しばらくはね、座って待っておきます。今回ね、ファストトラック登録してるんでね、もう並ぶ必要もなく一気に進めますね。
本当に日本人に関しては、ね、ファストトラック利用することを、ね、お勧めしておきます。はい、ではこのまま検疫の方に進みます。ここから先は、ね、撮影できません。はい、ということでね、ここから先は撮影もね、特に、問題ないということなんであれですけども、無事に陰性結果っていうのが確認できて、今ね、入国審査の方に向かっております。ね、飛行機降りたのが3時半で、結果出たの4時45分なんで、1時間15分かかりましたね。はい、まあ、ゴールデンウィークでしたけども、それぐらいで済んだんだったら、まあいいんじゃないかなって個人的には、思います。はい、こんな感じでね、あのピンクの陰性のね、紙っていうのがもらえます。はい、個人情報載ってるんでちょっと振りましたけどもね。はい、ということで、このまま入国審査して日本に入ってですね、荷物受け取って制限エリア外の方に出ていきます。はい、ということでね、日本入国終わりまして、外に出てきております。今の時間は午後5時ということで、飛行機が着陸したのが3時だったんですよね。なので、まあ2時間かかったということになりますね。はい、まあそんなもんですよね。ゴールデンウィークなんで2時間で外に出てこれたらよかったんじゃないかなと思います。いや、これだったらね、今日本当はね、羽田空港から今日中に大阪に帰る予定だったんですけども、全然帰れましたね。羽田7時とかの飛行機だったら乗れたんで、ちょっとしまったなって感じなんですけども、1日ね、東京で、まあ、時間潰さないといけないんですよね。どうしようかな、サンライズでも乗ってどっか行って、また明日の夜東京戻ろうかなまあまあそんな感じでちょっと今から考えますけども、はい、とりあえず今回のね、海外旅行っていうのはこれで終わりです。まあ、来月もまだね、多分海外行くと思いますけども、まあ、次の行き先はちょっとまだ考え中です。はい、そんな感じで、ね、まあ、海外旅行っていうのも、まあ、だんだんとね、まあ、緩和されていってて、まあもうね、東南アジアとかにもどんどん開国進んでるんでね、まあ、日本も6月から一気に緩和するみたいなんで、待ち遠しいなという感じです。はい、ということで、今回ねこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。 ANA のね 1A 席は超良かった。はい、ぜひあの 1A ね取れるだったら取ることをねお勧めしておきます。ありがとうございました。